皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。前回ではついに旅順を落とすことができたわね。それにしても、本当に壮絶な戦いだったのね。最後の方では第一師団が継戦能力を喪失したって言ってたし。ああ、第三軍は旅順の死闘で満身創痍と言ってもよかったが、情勢はそんな第三軍に休息の間を与えてはくれなかったのぜ。ええ、あんなに頑張ったのに、少し休まないと。じゃあ今回はその辺の事情から入ってみるのぜ。今更だけど、戦争って過酷だね。それでは、ゆっくりしていってね。旅順戦が終了すると、満州軍は軍の再編成を行い、1905年1月12日、新たに王緑光軍を編成し、司令官に河村景明大将が進歩された。新たに軍を編成するって、もう国内に残っていた最後の第7師団も出征したのに、どこかに新しい師団があるの？そんなものはない。じゃあどうしたの？第3軍から第11師団を引き抜き、あとは交尾兵をかき集めて交尾第1師団を編成したぜ。やりくり上手なお母さんかな。いやどっちかというと、なけなしの金かき集めて博打に行くお父さんだろ。冗談はさておき、この王緑光軍、第11師団は旅順の戦いで満身創痍、あとは交尾兵の寄せ集めということで、戦力的にとてもじゃないが期待できないと思われたが、河村大将の指揮よろしく、来たるべき方天海戦ではなかなかの活躍を見せることになるのぜ。そして第3軍も満州軍との合流を目指し北進を開始。こちらも旅順での死闘の気づえぬままだが、とにかく時間が経てば経つほど国力の差が出てくるのは、これまでも繰り返し述べた通りだ。一刻も早く満州軍と合流し、ロシア軍に決戦を挑む。日本の活路はそれしかないのぜ。それにしても、戦いに勝っても全然楽にならないどころか、だんだんと追い詰められてるようなこの感じは一体。そうだな。この戦争がいかに日本の手に余る大仕事だったのかが、この辺にもよく現れていると思うのぜ。対するロシア軍はどうか、この時点でロシア軍も軍団の再編成を行い、満州のロシア軍は3軍、計32万にまで増大していたのぜ。あらら、ちょっと目を離すと、頭の数字が繰り上がってるんですけど、これ一つ見ても国力の差がわかるってもんだ。だが、ロシア軍にとっても旅順の陥落は衝撃的なニュースだったのぜ。ロシアが巨額の資金と近代技術の粋を集めて築いた旅順要塞を、わずか半年で落としたのに第3軍が満州軍に合流する。そうなればロシア軍は勝てないだろう。ロシア軍内ではそういう空気が強かったのぜ。旅順陥落を受けて、ロシア軍司令部では協議が行われた。結論は、乃木第3軍が北進する前に満州軍を叩く、というものだった。でも満州の冬は厳しいからって投影してたんじゃ。そうなんだ。満州軍総司令部でもそう判断していたんだ。それゆえにこのロシア軍の攻撃は、思わぬ奇襲効果を生むことになったのぜ。いわば利害の利というやつだ。1月25日、坂を挟んで退陣していた満州軍の左翼、国交大を、グリッペンベルグ大将率いるロシア第2軍のシベリア第1軍団が吸収、国交大は、ロシア軍の手に落ちた。翌26日にはシベリア第8軍団がチンタンコに来襲、満州軍は完全に手をつかれた形になった。立ち上がりで遅れた満州軍だが、援軍の辰巳直文中将機下の第8師団の奮戦や、チンタンコを支えた秋山義古少将機下の騎兵第1旅団の活躍もあり、以後29日までの戦闘はロシア軍の退却により日本の勝利に終わった。この戦いでロシア軍の参加兵力10万のうち、死傷約1万を数えたが、その中には多数の凍死、凍傷が含まれていた。厳冬の満州、零下20度の中での壮絶な戦いだったのぜ。日本側はどうだったの？日本側参加兵力は約5万、死傷者数は約9000だ。特にロシア軍の矢面に立って奮戦した第8師団の損耗は甚だしく約5000の死傷者を出した。はっきり言えば第8師団はほぼ全滅に近いと言えるのぜ。うわぁ、ひどい。これ日本の負けじゃないの？まあその問いには前回動画のロシア陸将サハロフの言葉で答えるしかないな。すなわち、損害の多少を問わず、目的を達成した側が勝利者であり、目的を達成できなかった側が敗者である、と。実際、この戦いでのロシア軍の行動には謎が多いと思うのぜ。ウプ主が思う最大の謎は、なぜロシア軍は第2軍だけしか作戦に参加しなかったのか、ということだ。総兵力で約2倍。実際に戦闘に参加した兵力も約2倍。そして終始戦いの主導権を握り、第8師団を壊滅寸前にまで追い込んだ。
この状態でロシア第1軍、第3軍を投入すれば日本軍は崩壊しかねなかったと思うのぜ。まあウプ主は軍事はド素人だから、ただの妄想かもしれないが。クロパトキンがロシア軍退却を決断した理由については諸説あるし、これという決定的な理由があったわけでなく、いろんな事情が絡み合ってのことだと思うが、どうにも納得いかないところがあるのぜ。ふーん。まあ、納得いかないのはウプ主だけではなかったのぜ。ロシア第2軍司令官オスカー、グリッペンベルグ大将は、国交大改戦後、辞意を表明、理由を尋ねる皇帝ニコライ2世に、クロパトキンに対する批判を上奏している。零下20度の戦場に自分だけ戦わされて、援軍も送られずに退却させられては、恨み節の一つもうなりたくなるってもんだ。国交大の戦いについてはここまでということで、満州軍はまたしても紙一重、綱渡りの勝利を得たのぜ。本当にヒヤヒヤの連続ね。国交大開戦後、満州軍総司令部は、速やかに北上し奉天のロシア軍と支流を決することを決定した。この時大山総司令官は各軍司令官を集め、次のような訓示をした。この戦いは、混戦域における関ヶ原とならん。この戦いにおける戦闘目標は、戦争の結末を決定することである。したがって、今次戦闘の目標は、できるだけ多くの損害を敵に与えて、再び立てないようにすることであり、土地や陣地を奪うことではない。今までの戦闘では、我が軍の追撃が手ぬるすぎた嫌いがあり、今度の戦闘ではできるだけ敵を吸追することが肝要である。この海戦でも、弾丸の製造能力から言って、豊富な予備弾を持つことができないのであるから、一発たりとも向こうの弾丸を撃つことのないように。この大山の訓示は、当時満州軍の置かれていた苦しい立場をよく表している。ここまで日本は陸戦でロシアに勝利を続け、ロシア軍を後退させたが、その都度ロシア軍は戦力を増強させて日本軍の前に現れた。療養海戦時約16万だったロシア軍は、この時点で約36万にまで増強されており、対する日本軍は本土に残った最後の第7師団まで投入し、交尾兵までかき集めてなんとか24万。陸軍は新たに4個師団の増設を進めていたが、これは新兵を一から訓練するのだから時間がかかる。何より度重なる激戦で将校の数が決定的に不足していた。兵を直接指揮する医官や、連隊長、大隊長クラスの左官は一朝一夕に養成できるものではない。つまり日本軍の動員能力は限界を迎えていたということだ。このままでは時間が経てば経つほど日露の戦力差は大きくなるばかり。直ちに決戦、という満州軍総司令部の決断はやむにやまれぬというか、半ばやけくそに近いものがあったのぜ。そして戦略目標はロシア軍の包囲殲滅、これ以外にはない。これまでのように戦略的後退を許しては、たとえ奉天を占領できても、ロシア軍はますます強大になり、圧倒的戦力差をもって満州軍はナポレオンの二の舞を踏むことになるだろう。軍事でも特にそのことに触れていることは見ての通りだ。そして最後に、無駄玉を撃つな、というおよそ大軍団の司令官がする訓示とは思えない、前線の隊長が言いそうなことを言うに及んでは、切なさで涙が出てくるのぜ。つまりそれほど弾薬不足も深刻だったということだ。とにかく容易ならない形勢だということは、痛いほど伝わったわ。2月21日、満州軍の最右翼に展開していた王緑皇軍が進軍を開始。ここに両軍合わせて60万の兵力が激突した戦史上でも稀に見る大規模な戦闘、奉天大海戦、は幕を開けた。先ほども記したように満州軍の戦略目標はロシア軍の包囲殲滅だ。小玉総参謀長は奉天大海戦での満州軍の作戦を次のように語っている。私は東からロシア軍を包囲すると見せかけて、敵の大きな兵力を東に引きつけ、我が方の主力を坂、奉天、鉄嶺の鉄道線路に施行し、西から敵を包囲しようと決心した。小玉の作戦は戦略目標に忠実な包囲殲滅を目指したものだ。しかしまあ、確かに戦略目標を達成するにはそうするしかないんだろうが、36万もの大軍を、約100キロにもわたる強大な戦線で包囲殲滅しようとは、なんというスケールの大きな作戦か。もしこの作戦が成就していれば、大山総司令官はハンニバルやナポレオンと並ぶ、世界史の英雄となっていたかもしれないな。だが、いつもながら現実の世界はそうそう甘くはない。そもそも包囲する側の満州軍の兵力は、ロシア軍の3分の2に過ぎない。普通に考えればどうしたって無理ゲーな作戦だ。満州軍にとっては無理でも何でも、やらなくちゃしょうがなかったのね。まさに乾坤一擲の大勝負と言っていいだろう。無理ゲーだが勝負は水物、何が起こるかわからない。
宝天大海戦を詳しくやるととんでもない長さになるし、戦士、軍事素人のうぷ主にはそんな能力もない。で、甚だ不本意ながら海戦の経緯を簡略に触れることとするのぜ。2月21日、王翼皇軍が進軍開始と記したが、これは小玉の談話の通り、敵主力を東へ引きつけるための陽動作戦だ。王翼皇軍は順調に進軍を続け、24日には聖火城に達し、なお北上し武順を伺う形勢を示した。この時ロシア軍司令部では、乃木第三軍の所在を掴んでおらず、この王翼皇軍を第三軍と誤認した。その結果、満州軍の右翼を主力と判断したクロパトキンは、各軍から計42個大隊をこの方面に抽出した。42個大隊ってどれくらいなの？参考にした日露戦争前史には、兵数を書いてないので、正確にはわからないが、約3万前後と見て間違いないだろう。つまり右翼皇軍の陽動作戦は見事に成功したと見ていいだろうな。さて、満州軍司令部からの各軍への命令では、ロシア軍が王翼皇軍に対して行動を起こしてから、3、4日後に行動を開始するよう命じられていた。2月26日には黒木第1軍が王翼皇軍と連携し進軍、翌27日にはいよいよ第3軍が左翼で行動を開始したのぜ。3月1日には第3軍は今夏を越え、ロシア第2軍の側面を突く体制になった。この間に第2軍、第4軍も宝天正面の敵軍に砲撃を開始したが、こちらはなかなか進展がなかったのぜ。この頃、王翼皇軍は増援された敵部隊の猛攻にさらされ、前進どころか聖火城を確保するのが精一杯という感じだったが、ここで思わぬ事態が起きる。ロシア軍の右翼に乃木第3軍が現れ、ロシア第2軍の側面を突く形勢、という情報がクロパトキンに届いたのだ。この方に接したクロパトキンは、彼が当初下した判断、敵の主力は右翼、が誤りであったことを悟らざるを得なかった。クロパトキンは急いで王翼皇軍に向けた部隊を引き上げ、乃木第三軍に対するロシア第二軍兵の増援部隊を差し向けたが、乃木第三軍に対する初動の遅れは否めず、第三軍に十分な行動を許してしまったのぜ。なんかロシア軍は満州軍の動きにつられて右往左往している印象ね。ここまでは満州軍の作戦がうまくいっていると見ていいのかしら。まあそうだな。クロパトキンは難攻不落の旅順を落とした乃木第三軍をひどく恐れていたのぜ。これ以後の戦いも主に乃木第三軍とロシア軍の戦いが中心になるのぜ。翌3月2日、満州の乃木はブリザードが吹き荒れ、両軍とも行動を停止した。3月3日満州軍総司令部は第3軍と第2軍は北上し、宝天北方に進出、ロシア軍の退路を立て、という命令を発した。いよいよロシア軍に対する包囲作戦が開始されたのぜ。翌3月4日、第3軍、第2軍は北上を開始、待ち受けるロシア第2軍と激闘を交えつつ、3月6日には第3軍の戦闘は宝天北西、大石橋近辺まで達していた。この時迎え撃ったロシア第2軍は約10万、第3軍の2倍以上の兵力だったが、第3軍はよく完投し、逆にロシア第2軍を後退させている。このことがクロパトキンに与えたショックは大きかった。2倍以上の兵力でも第3軍に勝てなかった。もはや第3軍の進撃を止めるのは不可能だ。彼は宝天からの撤退を決断した。クロパトキンは、我、包囲せられたり、という電報をペテルブルグの宮廷に打電し、ロシア第1軍、第3軍に今夏を越え撤退するよう命令した。3月8日、ロシア第1軍、第3軍は今夏を越え、東進鉄道沿線まで撤退。これを見た黒木第1軍、野津第4軍は、直ちに追撃に移った。あれ、こうしてみると何かもう少しで包囲できそうじゃない？ロシア軍がうまく撤退できるかどうかは、東進鉄道を確保できるかどうかにかかっていた。満州軍総司令部は乃木第3軍に鉄道線の破壊を命令したが、ロシア軍も必死で防戦し、最後はクロパトキン自らしんがり軍を指揮、満州軍の追撃を振り切り、鉄嶺まで撤退していったのぜ。乃木第3軍は旅順陥落後休みもなく宝天まで進軍し、この海戦でも鬼神の働きで満州軍を勝利に導いた。だが、相次ぐ激戦で疲労は極限に達し、人員の損耗も甚だしく、もはや第3軍に攻勢を続ける力は残されていなかった。精魂尽き果てた第3軍の将兵は、兵や物資を満載し北へ走るロシア軍の貨車を呆然と見送るしかなかったのぜ。3月10日大山総司令官は宝天城に入城し、戦闘の終結を宣言した。この戦いでの死傷者数は、日本軍参加24万のうち、戦死約1万6000人、負傷約6万人。ロシア軍参加36万のうち、戦死約9000人、負傷約5万1000人。
いかに凄惨な死闘だったかはこの数を見れば一目瞭然だ。うわぁ、日本の方、参加人数の3人に1人はやられている計算になるじゃない。これ本当に日本の勝利でいいの？今日の評価では、日本軍の心象という見方が一般的みたいだな。だが霊夢の言う通り、人員の損耗は日本軍の方が多かったし、当初の目標だったロシア軍の包囲殲滅も果たせなかった。ロシア軍は遥か北方のハルビンまで逃れ再起する機会を得た。そういう観点から見ると、日本の負けという見方をする人がいてもおかしくはない。だが、奉天大海戦はやはり日本の勝利という見方が正しいと思うのぜ。それはこの戦いを契機に、戦争終結への機運が醸成されてきたからだ。どういうこと？列国がこの日本の勝利で、もはや戦争の山は越えたとみて、戦争終結への動きを見せ始めたのぜ。繰り返し述べてきたが、長期戦での勝利は望めない日本にとっては、早期講和が勝利への大前提だ。日本は、奉天大海戦の結果、その早期講和への端緒をつかむことができた。クラウゼビッツ戦争論に言う、戦争とは他の手段をもってする政治の継続であるとするならば、奉天大海戦は間違いなく日本の政治的勝利であると言えると思うのぜ。なるほどね。ちょうどいい時間になったので、今回はここまでとして、次回はその辺の動きからやってみるとするのぜ。わかったわ。最後にお願いです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくです。していただけるとうぷ主が大変喜びます。チャンネル登録後ベルマークを押すと、新着動画の通知が来るようになります。こちらもよろしくです。それでは、ご視聴ありがとうございました。